ことぶきみなこです。高垣愛妃です。戸松遥です。豊崎亜希です。私たちスフィアです。はい、ということで今回スフィアさんがチャレンジするのはこちらのゲームです。絶対に押すなよ。おお、絶対に押すなよ。あの日のありがとうは伝わったのか、あの人のわかるは本当にわかっているのか、押すなは本当は押せという意味なのではないか、バーバーに書かれた言葉を指定されたベクトルカードに従って表現するゲームになっております。なるほど。今回ね、させてもらうゲームのこの形では、一応スフィアルール的な感じでやりたいと思うんですけども、ベクトルカードっていうのが、感情のね、感情というか、表現レベルを表すカードなんですけども、ベクトルカード今回逆、1、3、5とこの4種類の、はい、カードを使って遊んでいきたいと思いますので、そのレベルに沿ったワードを表現していく、絶対に押すなよっていうのが1だったらこういう感じ、5だったら絶対に押すなよっていう言葉通りのレベルで表現するし、もし逆だったらどういう表現になるんですか、声優ですよね、皆さん教えてくださいっていう感じです。つまり声優スキルいるってことだよね、かなり、ね、完全にそれや、ね、うわー、だから、まあ、私たち4人ができて当然ですよねっていう M 氏からの挑戦状でもあるし、出たこれ、ある意味、まあ、これを見てくださってる、ね、視聴者の皆様にも全問正解していただきたいという、なんだかんだ言って全問正解にね、自分たちも至らなければ皆様にも伝えられないってことが多いから、今回こそは最近特にな、声優生命が揺るがされるのこれで、怖いよ、怖い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 、重いな、なんかさ反応高いよね、こういう系のゲーム私たちに、ね、いつもそうよ、そうよ、そうなんよ、偉いよ、でも偉いよね、自分たちで自らさ挑戦していくんだよ、自分たちの番組で、そうね、自分たちの首を絞めに行くということなので、結構ストイックよ、写真を取り戻そうみんなで、今日はそうだね、言葉はやばい、褒める意味で、ああそっちの方の、褒める方のやばいね、なるほど、確かに、いやちょっと待って、やばいを褒める意味でって、もうそもそも逆になってますよね、なんかもうそこで逆にないからやばい、やばいことが起こってるよね、逆になったらどうなるのみたいな感じなんですよ、本当だ、確かにすごい、あーどうしよう、一瞬はってどっちなんだみたいな、そうそうそう、本当パニックですけども、じゃあやってみよう、じゃあことぶきみなこからいきたいと思います。3、2、1、やばい、やばい、あーあー、わかんねー、あの一旦ね4人全員いきますから、この調子でみんなの様子を伺いつつ、ベクトルカードどれくらいなのかなを考えていきましょう。では次はあやひ、はいはい、それな、おお、それなというのを、あやひレベル、あやひのベクトルレベル、1、3、5、逆のどれか、いきます、3、2、1、それな、それな、あー、あー、はいはい、かな、どやどやどや、え、かな、じゃあこれを受けての次、はるちゃん、はい、言葉は、これさ難しいね、嘘だ よ、かわいいよね、なんかこのどういう感情のあれだ、かわいい、かわいい、確かにレベルによってね、1、3、5、逆のどれによっても全然、逆にほら説明がなかったから、ある程度自由にシチュエーションは持って、そうだよね、もう褒めるとかそういうのじゃなかったから、じゃあいきます、はい、嘘だよ、嘘だよ、惑わされちゃう、持ってかれちゃう感じするよね、今のなんだ、
もしかしたらそう全員分聞いたら分かるかもしれないから、うん、ラスト、うん、あきちゃんっていう意味では私はもうね書いてんだもう、うん、自分では分かってくる。どんな、そうか、どんなワードでしょう。あ、私はありがとうというワードです。いい言葉ですね。いいねいいね。じゃあ行きます。はい、3、2、1。ありがとう、ありがとう。はいはいはい、はい、分かった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 、理解、理解、いけたいけたいけた、分かった、いけた、理解した。はい、ではいきますよ、せーの、うん、のどん、はい、はい、コタブキが3、高垣が1、イエーイ、トマツが逆、イエーイ、豊崎が5、イエーイ、おめでとう、ちょっと秋のやつ聞かないと、はるかが5なのか逆なのか分かんなかった。そうだよね、両方だよね。いや、それはでも、ね、もうニュアンス、言葉がむず、ワードがね、そうなのよ、難しかった ね。そうだね、いや、なんか確かに逆とかでさ、明らかになんかありがとうとかの逆が来たらちょっと分かりやすいんだけどさ、あ、そうそうね、嘘だよ、逆ってね、もう確かに、そもそもベースだよが逆なこと言ってる感じだもんね。そうなんだよね、ベースをどうするかで変わっちゃうからさ、確かに、うん、それぞれの主観やからな、やっぱな、基本主観やからな、主観やからな、やっぱ基準がそれぞれあるということで、あ、いい調子じゃないですか。いいじゃん、大成功だよ。もう一回できるんじゃない、もう一回スミオさんコンプリートできるんじゃないかなと思いますので、ちょっとプロ見せちゃう、プロ見せちゃいましょう、挑戦していきましょう、本気出そうか。うん、お、エモい、お、よく使うじゃん、みなちゃんにぴったり、うん、みなこっぽい、そうですね、うん、エモーションというアルバムを出しておりますので、うん、ぜひこちら、うん、あの聞いていただけると嬉しいです。出してください、画像を入れてください、お願いします、画像お願いします。ということで、そのエモーションでもありますエモいですね、これを表現するということで、まずは私ことぶきからいきたいと思います。3、2、1、まして、あやしさんお願いします。あやしさんのワードはいいよ、 OK という意味で、うん、OK、はい、では解きます。なになに、いや、あの役作りがすごいなと思ってそうそうそう、スイッチの急にスイッチの、なんかそう、入り込みスイッチがポンってあるよね、うん、めっちゃ恥ずかしい。 OK、はい、って感じがすごい、女優スイッチがあるのよ、女優だったよ今、女優スイッチ入ってた、今でもちょっと抜けたわ、うん、じゃあいきます、3、2、1、あ、いいよ、あ、いいよ。だからああいう顔してたんだ、なるほどね、だから顔だったんだ、もうね、そのもうダメじゃん、ネタバレしてたじゃん、そう、構えてる顔でこれかなって思ったけど、もうネタバレしてたじゃん、もうそう、なんかね、助走からねヒントだった、もうすでに、うん、助走がね、そんなに、うん、そんな出てた、やばい、時間がないわ、後でちょっとこの動画で見るわ、ちょっと見返してみて、皆さん見返してくださいということで、では、はるちゃん行きましょうね、はるちゃんのワードはこちらです、わかる、波線のわかるですね、結構若いね、チョイスがね、はい、そうだ ね、確かにワードがね、それなとかもあったしね、うん、では、うん、はるちゃんお願いします。はい、いきます、わかる、わかる。おすごいわ、絶妙だ、さすがですよ、いやーこれね、あんまり日常生活でこの分かるはちょっと辛いよね、辛いね、これ、ね、こ
これちょっと辛い、ね、伝わってんのかなって、うん、なるやつね、うん、はい、では最後あきちゃんのワードはこちらです、うん、お願い、かわいいよ、お願い、お願い、いいよ、なるほどね、3、2、1、お願い、お願い、おお、絶妙、絶妙、絶妙、え、でいいんだよね、え、これでいいんだよな、ちょっと待って、はるかと秋で、秋がちょっと私難しいな、あー、そっか、ではみんなでせーので発表しましょう、せーの、どーん、どーん、はい、はい、ことぶき5、高垣逆、はい、小松1、あー、やった、よかった、高垣3、あー、よかった、やったー、すごい、ね、でかい、素晴らしい、すごい、素晴らし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 い、いや、思った、はるちゃん最初からそう1で、あきちゃん、そうそう、はるちゃん1って思って、であきちゃんの見ながらも3かな1かなってちょっと悩んだんだけど、あき、うん、ちゃんの性格を考えるとはるちゃんの見て絶対準備してるから、うん、ちゃんと狙ってきてくれてるなって思ってあのメモリをね、しっかりメモリをちゃんと調整して細かく合わせて感情メモリ、豊崎だわ、うん、いやいい、面白い、絶妙だった、分かったわ、うん、うん、さすがです。なんか、え、商品とかないのかな、商品かけてないんだよ、ないの、今日は4人で ね、 人でね、全員正解、ないのね、まあでもあの皆さんが、視聴者の皆さんがね正解してくれていたら、まあそれがプレゼントですよね、はい、そう、確かに、分かる、私たちが声優であるということを皆さんが証明してくださっています。今のはるちゃんの分かるがちょっと1のメモリ1ぐらいの分かる、どれどれ、本当に欲しかった商品みたいな。ということで、ね、今回の、はい、絶対に押すなよを楽しんでいただけた方はいいねボタン、そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、スフィアでした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 、バイバーイ。